ああ、これでいいのか。これでよかった。とりあえず、多分大丈夫だと思うんで、パドに戻します。やばい、もう二刀流なんだけど、コントローラーが。え、こっちでよかったのかな？左側が、調べきれてない感があるんだけど。え、でも一本道だよね、これは。ここだけか。行きましょう。声が聞こえる。光るか？あー、これでここと繋がるんだね。なるほど、なるほど。お兄ちゃん、早く。光の声だ。鍵は開けなきゃ。これでいいのかな？ミア？お前ら逃げろ。そうだよね。あっちはあっちで追われてるもんな。え？いいから早く走れ。助かったミア。無事でよかったわ。無事でよかった。お前ら元気だな。またこの音楽か。いいね、この音楽でも。落ち着くよね。当たり前でしょ？光と違って私はちゃんとした人間なのよ。うんうん。じゃあ、光って人間じゃないの？お兄ちゃんもまさか幽霊なの？光幽霊説が出てる？ただの人間ですよ。なんだ、俺と仲間だな。当たり前だろ。仲間外れだ。かわいそうに。どういうこと？どうしたミア？なんで？これは子供の写真？なんで死神事件の被害者がいるのよ？え、姫ちゃんってこと？あ、そういうことなのかな？なるほど、なるほど。ここで、チェックポイントというわけですね。そして、アンズちゃんが出てきてないんだよね、全然。そこも気になるところなんだけど。死神事件の被害者。じゃあ光、その子は幽霊なのかな。そっか、はじめまして、私の名前はミア、よろしくね。怖がらなくて大丈夫よ。あなたの名前は？姫。そうだよね、ヒカルくんが名付けたんだよね。姫ちゃんか、かわいい名前だね。俺はハヤト、よろしくな姫ちゃん。姫ちゃん、私はミアちゃん。確かにハヤトお兄ちゃんだったよな。あそこは譲れない何かがあるんでしょうね。これ思いっきりお腹にパンチ受けるやつだよ。大丈夫？ごぼう麺。ごぼうってうまいよな。わかる。ごぼう硬いから嫌いだよ。お前らな。まあ、その話は置いといて。ねえ、姫ちゃん。お姉さんのお願い一つだけ聞いてくれないかな？え、何を頼むのかな？いいよ、ミアちゃん。お願いってなんだ？調理室の廊下に隠されてた部屋があったでしょ？あそこを姫ちゃんに調べてもらおうと思って。なるほどな。行ってみるか。さあ、隠された部屋を調べて行きましょうというわけなんですが、これか。ここだな。姫、この中に入れるか？そうか、すり抜けられるから、
姫ちゃんなら探索ができるのか？気をつけてね。うん。ただ、向こうで何かあったりすると、どうすることもできないよね。それが心配なんだけども。よいしょっと。あー、調べられそう。よし、頑張るぞ。部屋を探索する。まあ、これだよね。うーん、ダメだ。この中に何かありそうだけど、触れない。そうか、そういうことがあるのか。姫ちゃんだと。じゃ、一旦声をかけてみようか。お兄ちゃん。どうした？部屋の中に何かあるんだけど、触れないの。わかった。少し考えるから待ってくれ。まだ何かあるかもしれないから、じっくり調べてみてくれ。とは言うものの、さっきのポイントしか。あれ？石があるとこは危ないから気をつけないとな。いたそばから。さっきはすり抜けられたのに。そうだよね。それもちょっと気になったんだけど。石につまずいちゃった。起きないと。え？待って、うさぎさんになってない？どうしよう。ああ、でもこれならあそこの中調べられるかも。え？ああ、この上行けるのか。ここにあったよね、確か。ここになんかちらって見えたような、そんな気がしたんだけど。何か入ってる。危険者リスト。漢字が多くて読めないや。ってことは、これを、まあ、ヒカルくんや、ミヤちゃんや、ハヤトくんは、わかんないけど、まあ、誰かに、渡せば、読めるのかな？よくわからないの見つけたよ。でも、これは、重要なものになってきそうな、気はしますね。お兄ちゃん？え？返事がない。え、いないんだけど。いないんだけど。どういうことなの？ 戻ってない？地下だよね、ここ。何がどうなってんだよ。ヒカル、アンちゃん。アンちゃんっていうのはアンズちゃんのことでいいのかな？アンズはアンズだ。でもあれは、え、アンズちゃんを見たってこと？殺気を感じた？え、まさか。あんなんちゃん見たことないよ。え、何があったの？余ってるんでしょうね。物音が。何かすごい音聞こえたけど。まさか。二人とも調理室に入って。鍵まで閉めたんだ。少し黙って。これどういう状況なの？そういうこと？アンズなのか？そうだよ、ヒカルくん。オーラがやばいもん。ヒカル。何を怖がってるの、二人とも。なるほど、それで、そういう風になったってわけね。え、ってことはさ、ミヤちゃん、一人ってことですよね。とにかく上に戻るぞ。え、早く合流しないとまずくない？これ。またかよ。
鍵は。ない。マジか。最悪だ。どっかで落としたみたいだ。ああ、そうだ、ヒカル。これで開かないかな。なんだい？ IC カード、IC カードは、ハヤトくんが持ってたんだね。じゃあ、IC カードっていうテキストのあったあのポイントに行けばいいんじゃないかな。いや、待てよ。もしかして、地下にあった場所の部屋の鍵か？行ってみよう、ハヤト。いやーもうこれは、ハヤト、めっちゃ、ハヤトくんめっちゃ、でかしたよ、これは。行こう。ただまた追われたりしないですよね。これのことだよね。ここだな。IC カードを使いましょう。よし、これで中に入れる。行きましょう。わあ、暗いね。ハヤト、何か明かりになるもの持ってないか？懐中電灯なかったっけ？お。どうだ、ヒカル。はい、はい、すごい、すごい。もうなんか、扱い慣れてる感がすごいな。なんか、日頃からこんな感じなんだろうな。あれ、今思ったけど、ライトの調節機能のボタンが思いっきり壊れてる。外装も凹んでんじゃんか。とにかく先に進んでみよう。これ？これかな？これですね。さてさて。ミアちゃんハートマークなんだけど。いつの間に連絡先登録したんだよ。いいじゃない、そのくらい。それでヒカル今どこにいるの？姫と一緒に出てきた地下にさらに下に通じる部屋があって、今そこを調べてたとこだ。そう。とにかく合流しよう。姫のことも心配だし。いや、このままで行きましょう。姫ちゃんは私が探しておくから。じゃあね。もう、ミアちゃん。ミアちゃん。まあ、ミアちゃんなら大丈夫でしょ。まあ、なんか、根拠はないけど、なんだろう。そう、言いたいことはわかる。行くか。まあ、でも、こちらを調べるしかできそうにないですからね。ここかな？おいおい、嘘だろ？え？何が？すんげえ電車だ。電車。感心してる場合か。なんで宿泊施設の下に電車なんかあるんだよ。電車が好きなんじゃないか？違うに決まってる。まあな。ミアの話からすれば、ここは、とにかく探索しようぜ。めっちゃ張り切ってんね。さあ、電車を調べていきましょう。で、多分中に入っていく感じなのかなと思うんですが。まだ乗るのは待て。何が起こるかわかんねえし。気にしない、気にしない。入ろ、入ろ。入ってから、その時考えればいい。なあ、ヒカル。ん？椅子とかないぜ。確かに言われてみれば、ないですね。貨物列車なのかもな。椅子がないとか、俺もう疲れたのに。え、動き出したってこと？なんで動き始めた？出発進行。いいね、ハヤトくんのキャラ。ふざけてる場合か。なんで勝手に動いたんだ？運転席を調べる。調べていきましょうか。もう先に行くんだろうね。これ調べてなかったけど、特に何もなさそうでした。これは、電車らしくないな。
運転席はないが、発進するための装置はあるな。操縦してみたかったのにな。なんで勝手に動いたんだ。とにかく無事に着くといいんだが。そうだな。とにかく着くのを待つか。これは特に調べられそうな感じでもないか。じゃあ話しかけましょうか。そういえばありがとうな、ハヤト。何が？アンズがお前も一緒に俺のために来たって言ってたから。ああ、そのことだけどさ、俺何も知らないんだよ。何言ってんだ。ヒカルが事件に巻き込まれてるって聞いたのもミヤちゃんから聞いて初めて知ったんだぜ。だいぶ食い違ってるってミヤちゃんが言ってたもんね。アンズちゃんが言ってたことと。ハヤト、本当にここに来た記憶がないのか。どうなんだろうね、ハヤトくんが記憶がないのか、その部分のアンズちゃんが違うことを言ってるのか。ずーっと考えてるけど全く記憶にないんだよね。それによくよく考えると最近のこと全く思い出せないし。でなんとなくですけど、ハヤトくんってなんか嘘つけないタイプな気がする。そっか。どうしたんだ、そんな暗い顔して。そうなるとアンズが言ったこと全てが嘘になる。ってなるとやっぱ考えられるのはそちらですよね。アンちゃんは嘘つかないぜ。ヒカルが一番わかってるだろ。俺だってわかってる。しかし明らかにおかしいんだ。まず第一に、アンズは玄関が開いていてハヤトと一緒に入ったと言った。第二に、廊下の窓ガラスが割れていた。第三に、アンズは懐中電灯を持っていなかった。第四に、ハヤトの懐中電灯が一部壊れていた。第五に、俺とミヤが来た時、電気はついていなかった。そして第六に、アンズとハヤトは別行動をしていた。だから？アンズの証言によると、ハヤトとアンズは真っ暗の館内を二手に分かれて操作していたことになる。しかしおかしいと思わないか？懐中電灯を持っているのはハヤトだけなのに、なぜ別行動を取るんだ？アンズは嫁が聞くと言っていたが、だとしてもあの真っ暗な館内をハヤトが別行動を取ることを許すだろうか？確かに、もし別れるとしても俺だったらアンちゃんに懐中電灯渡すな。そして次に、廊下の窓ガラスが割れていたこと。ミヤが言っていたが、これを割ったのがミヤが持っている懐中電灯みたいな鈍器で、外から割ったものだと言っていた。その鈍器とは、ハヤトが持っている懐中電灯も当てはまる。仮に懐中電灯で窓ガラスを割ったとすれば、必ず傷が残るだろう。そしてハヤトの懐中電灯には、その傷跡がしっかりと残っている。となれば答えは一つだ。ハヤトは窓ガラスを懐中電灯で割ってこの館内に入った。なぜ窓ガラスを割って入ったか、それは玄関が開いていなかったからだ。にもかかわらずアンズは玄関が開いていたと言った。結論、アンズはハヤトと一緒にここへ来ていない。そしてここにいる理由が他にある。一緒に最初から来ていなかったってことか。本当の理由って何かわかってるの？さあな。ああ、それがわかんないんだよな。とにかく着くのを待とう。さあ、姫ちゃんパートかな？お兄ちゃんたちどこに行ったんだろう？ずっと取り残されてるもんね。かわいそうだよね。私だけ置いてくなんてひどいよ。どうしよう、お兄ちゃんたちのとこ行きたいけど、ぬいぐるみの中に入っちゃったせいで外に出られない。あそこのパイプの中に入ったら外に出られるかな。なるほどなるほど。